リー RWD エキスパートとあとスタイルクラスの方を説明していきます。まずスタート少し壁から離れた状態できっちり荷重をためてくると、この辺の迫力が、非常に特にスタイルクラスなんかだと重要になってきます。で、人によってちょっと振り出し位置が若干違いがあるので、例えば外外で取ったりとか、ちょっとインから、外に行ったり、外からイン方向に行ったりっていうのも OK にしたので、今回伊藤さんの方をいただいておりますので、こちらも兼ねてお礼申し上げます。でコンセント抜けたりする影響が出るかと思いますので、ちょっと足元の方は、皆さんお気をつけくださいということです。ぜひ皆さんそちらの方からもよろしくお願いします。では本日もよろしくお願いします。体を持ってお話しいただきました。で、商品の説明というのは宣伝いただければ、あんなことやこんなこともお話しできると思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて、私の方が、横浜から来ました、チームの中広です。今回は、進行 MC そして審査の方を、エクシル様と、一緒に行っていきますので、今日一日皆さんよろしくお願いいたします。2時間12時前には2時半まで30分間は振り走行で振り上げることをさせていただきます。今回なるべく練習走行を多く設けたいし、感想のアタックもなるべく多く設けたいので、非常に昼休みのガイドになっているところをちょっと申し訳ないんですけれども、なるべく皆さんが多く走りどちらも結構いただきます。さあ、今後につなげたいので皆様の写真撮影ご協力ください。皆さん、はい、ぜひ、はい。はい、皆さん写真撮りますので、さあ、非常に暑いんでね。これ雨よ。そこはセッティングがきっちり出てないってことこそ。お願いします。さあ、長靴練習ラスト1本。さあ、練習から徐々に調子を上げてきているが、このラスト1本に標準合わせてくれるか。さあ、立ち上がってくる。少しオーバー気味ではあるが、そこの処理はきっちり完璧でした。2セクターが遠いと大幅に限定されてしまう。1セクターの角度なんかはね、かなり攻め込んで。さあ、チェン選手スタートです。繰り返す。さあ、ここも起点のライン通って立ち上がる。押さえた。さあ、ここもしっかり決めて、おお、あー惜しい。あれ、まとめられてたらね。そうですね。さあ、スタートお願いします。さあ、昨日ね、タイガ選手もね、YDS コンテスト参加してましたから、さあ、その辺を本人がどう理解して今日攻めてくるのか、まずは1本目です。さあ、立ち上がってきた。さあ、ここも押さえて外ギリギリでくる。さあ、ギリギリついて、さあ、ここも YDS きっちりついてきた。あーっと、ここでのタック血は大きいぞ。かなり車が乱れましたからね。ただ、審査席前まではかなり良かったと思うので、この辺を、審査どうなるか。さあ、ここで終わるような選手じゃないですよ、タイガ選手。さあ、立ち上がり、さあ、接いて大きく立ち上がってくる。さあ、ここも抑えがいい。これかっこいい。さあ、ギリギリついて振り出してくる。さあ、これ止まれるのか。クラッシュですね。あのね、ちょっとやっぱり振り出し遅れなんですよね。だから、クリップの頂点がずれてしまう。さあ、タイガ選手がスタート。ここからきっちりとロールを使って旋回させていく。さあ、ここの押さえも絶妙だ。さあ、フェイント入れて、あ、きっちり振らせた。止まれるのか。
今日はなんとか北谷選手が乗り切れてないのか止まらないですね。あそこまではめちゃくちゃかっこいいんですけどね。そうですね、まあ確かに。して大外から立ち上がってくる。さあギリギリ通って、さあワイドが入ってワイディーズ一気に出てくる。さあ2センチさんもうなんとか入ってきた。さあ3センチさん振り切れ振り切れ。さあ振り返してシーンが終了。さあビッグボールって1本目からなかなかまとまっていいんじゃないですかね。はい、いい走りだったと思います。さあジャッジスコアに来た、ジャッジスコアじゃないや、ワイディーズの得点いかに。さあ2本目だ、メッキゴールド選手。さあ立ち上がってきた。さあいっぱい出てきた。さあワイドライン取って、さあこのチョップ切りたいって言ってか。さあ緑のイヤー。さあ SH5 がスタート、かなりロボロカーありますね。立ち上がる。あ、いやー、惜しい。素晴らしいけど、僕自体はそんなに悪くなかったですよね。さあ、加賀選手の2本目です。さあ、スタートしました。さあ、ちょっと小さい、ちょっと小さいが、YDS は悪くない。 YDS で何とか得点を稼いでいけ。インジェクターは悪くない。さあ、ディスタンス、つまり距離感はお願いします。さあ YDS マスターですね、これ。 YDS マスターとうとう登場ですよ。さあアウト取ってきて、さあちょっとここのグラスキが、おお、なんかここにあれが裏技なのか、 YDS の高得点を出す。さあこれはちょっと僕も他の大会で勉強になるかもしれない。いざした時に使います。さあただちょっとジャッジスコアがね、やっぱりあれだと、あのかっこいい走りが違うかなっていうところですよね。72.68 となりました。ちょっと小さいか。さあここは落ちて、 YDS はきっちり狙ってきた。しかしこれだと2000くんが、おお、ギリギリ抑え込んで、まああのくらいのカメラたちだったらあるでしょう。さあ繰り返してシーズン終了です。パーク選手の出た、パークマン違う。さあ立ち上がってくる。さあこれ速度、お、速度感高い。さあアウト飛ばして、さあおお、ここのセクターのトリックカウンターもギリギリ。さあ最後まで旋回させて繰り返す、実は終了です。でももう全体的に37点の 30.5、 おー、いいですね。さあ 72.47、 結構この辺が僅差の争いになってきてますね。さあさあ、選手がスタートしてきました。さあ、振り返しを回ったり、おっと危ないぞ。しかし、さあ立ち上がりはインベタか。さあ、戻して、戻していけるか、浅い。これはちょっと浅すぎる気がする。さあ、北陸通りはかなり浅い。イセクターの取り方も甘くなってしまった。さあ、大選手の2本目です。さあ、立ち上がってきた。おっと、ちょっと戻りが、戻りが。さあ、インセクターはちょっと、なんとかハートスピンではありますが、完全なスピンではないので得点の方は入りますが、セクターはかなり厳しいし、ジャッジスコアもかなり。バンクになっちゃったかな。まあ、ここで直して、ちょっと
まって、これはかなり厳しいところに行きます。さあ、ビゴールド選手がどういう得点を出してくれるのか。立ち上がりは悪くないと、ちょっと遅いけど、でも悪くないって言ってみたいな、絶対いいの。さあ、2本目はどうかな。ここの抜け方はいいですね。さあ、そこからトリコリ外に持っていけ。抑えろ。おお、いい。ちょっとやっぱ蛇行すぎる。さあ、今はいいですね。この選手なんかもね、かなりその荷重の使い方というか、そういうのがちょっと他の韓国のドライバーとはちょっと違う気がしますね。はい、あー、ちょっとそれも違う。でもこのスタイルプラスはすごく難しいんでしょうね、多分ね。はい、さあ、こちらに来て、あー、ちっちゃい。あとはいったけど、ちょっと失礼さあ。さあ、ここは切ってきましたね。それが小さい方、いやー、かなりラインが違う。まあ、後半は、悪くはないけど、そう、そうですね。そう、そうですね。あ、やはりスタイルクロスは本当にあの外側が、まあ、全てではないですけど、まずそこから始まる、そこに行くことが、もうすごい蛇行が多くて、これだったら、まださっきの方が僕は楽しかったと思います。彼も結構始めたばかりらしいです。ここはただね、次につなげるためにも、なんとか走り切ってほしい。少しね、余裕に挟んで、そうですね、上がってもいいかったりするバージョンの手ブラッシュをされるとは思います。ちょっと今のブレーキはいただけないし、あーっと完全に止まっちゃった。まあそうだな。まあただ立ち上がってきてからこのところの方が結構シビアなんで、諦めずに走り切った方がいいと思います。さあ、持ち上がってきて、おーっと、ちょっとフルフリップできちゃった。そうですね、流してきて、まあ、コツンでだったら分かるんですけども、ちょっとフルフリップで、壁に突撃したくて、あれはちょっとね。さあ、ギリは、あそこは新作館内なので、ここでどっちだけ取り返すかです。さあ、一般どうしても今日はちょっと大学流れちゃいますね。リズムが合ってない感じ。まあその前に手前で大きなフラッシュ。
ルームが昨日の惜しいですね今ね。さあもうすぐ1分な気がしますよ。お立ち上がりかなりの勢いで、おお、数をつけて、そこからさあ後半もっと、さあまずは、決勝戦ですから、ここは誰が誰かというのやめましょうね。そうですね、はい、そうしましょう、はい、さあ静寂の中決勝戦が行われます。
さあしかし 0.5 のアドバンテージを後追いで取り返さないとこの先勝ち上がってきませんからね。さあその辺どう走ってくるのか。さあいい位置で構えたが、さあ先行もいい走りだ。さあこれは先行がやりすぎてしまいました。パークさん、後追いがあくんです。さあ前を走るのがチームコリアのパーク選手、後ろが、グラビティブレッドのアクル選手。さあいい位置で後ろで構えて、おちょっと距離が空いたか。さあ前見て、おさあこれはちょっといろいろあったぞ。さあはい、出ました、アドバンテージ 5.5 パーク選手。さあスタートしました。5.5 のアドバンテージを取っているのが後ろのブルーの3号 GTR パーク選手です。さあここから立ち上がってきて、さあ先行はいい走りで、あーっと落ちました。さあ後ろにミスはありません。さあ自己責任じゃない、じゃあ次行きましょうか。続いての戦い、先行陣選手。さあ先行走るのがまたチームコリアのドライバーですね。それに対してエイスさんがどういった後追いでいくのか、まあ、予選を見てる感じではかなりスタイルの違いとばかりなんですが、さあ後ろで構えてちょっと後追いも周りの取り方を若干ミスったような感じがしますが、どうなんでしょう。はい、これは 5.5、先行の陣選手ですね。後追い、詰める際にかなり、さあ5のアドバンテージ。さあスピード差はここを見る感じではそんなになさそうですね。さあここから間合いをどう取ってくるのか。さあこの後距離を詰めてきて、さあ先行後追いが、いまいちちょっとどうなんでしょうか。さあ同じようなこちらもカラーリングですね。さあ、奥まできっちりいいわけで立ち上がってくる。しかし後追いもここで回り取って、さあもう先行かっこいいですね今。で先行かなり僕良かったと思います。まあ後ろも悪くはないんですけど、ちょっと先行の走りが今良すぎる感じはするんですよね。あの先行きっちり外まで立ち上がった。さあここも間合いの取り方待って、さあ立ち上がってくる。さあここもやっと、おしかし前がスキン、あのシルエットになってますけど、右側が先に出てましたね。はい、さあそれ、さあスタートしました。先行川選手、アドリガー選手。さあここはかなり距離が相当離れたと。さあここは本当に感想としての審査として見てきますが、さあまあ正直3はないですね。さあ今の距離が足らなかったので5とさせていただきました。さあここから周りを取って、ただイーブンだからね、後ろも攻めていかないとポイント取れないんですよ。さあここで
今移動して、しかし先方も悪くない。あっとちょっと後ろが戻ってラインが小さくなってしまった。それに対して先方はミスなく走り切りました。さあ決定しました。勝ち上がりレガ選手。さあスタートしました。前を走るのがメッキゴールドですね。エイさんが後ろから合わせていきます。さあここはいい距離感で後ろが待っているように感じますが、さあここでさあ先頭が飛び出しでいい形で飛び込んでいく。それに対して後ろが少し小さいような感じがしますが、さあどうでしょう。これは終始食い込めず立ち上がりも離されてちょっと運動から立ち上がってきたのは 5.5 メッキゴールド選手です。さあスタートしてきました。振り返してここは 0.5 しかアドバンテージはありません。さあ後ろはいいところで回っている。さあ申し振りで、さあここも振り返って、さあこの後待てるのか。さあ振り返して審査します。後ろが1号ですね。さあここのスピードの乗せ方が非常にうまいミッコール選手。さあしかしここで詰めてくる。さあ詰めてきて周りを見て、さあ若干距離離された。先行振り出しいい角度。さあ通りが小さくなったぞ。さあ先行はきっちり自分のラインを通ってる。さあ小さいラインでもついていけない通りでした。さあどうでしょう。今のは5.5アドバンテージメッキゴールド選手ですね。後追いのラインが小さくなって、さあ入れ替えました。アドバンテージは後ろを走るメッキゴールド選手ですね。さあここ振り返しをして、さあ後追いは少しインクから待って振り出してくる。さあここまで今ぐる。さあここからも後半、さあ待って、さあ理解して審査終了。さあこれは決定しました。勝ちあり。スタートしてきました。さあお互いね、こう立ち上がりのトラクションコントロールなんて非常にうまくて速度感のあるいい追走も見れるんじゃないでしょうか。おっとここは先行が男らしくきっちりインを開けて飛び出してくる。さあ外まできっちり飛び込んできてアウト取って、あーっと後ろが若干5のアドバンテージを獲得しました。先行進入の角度。さあ 0.5 アドバンテージ獲得したのは後ろの斉藤大悟。さあ同じような位置取りで、さあこれはポイント取ってくるぞ。立ち上がってきて、さあちょっと距離離れた。しかし先行がやや小さいか、あと追いのミスはない。これはお互いにほとんど変わらないような気がしますが、そうですね、まあそこまでって感じですね。さあメッキゴール選手とマッツー選手、今マッツー選手はねかなりタイヤも温まってる状態ですからね、走り終えたばかりで。さあその辺の状態でどう戦うか。さあお互い先行がちょっと小さいに対して後ろが合わせていく。さあこの辺がどうでしょうか。反応は0.5。スタートしました。さあ先行のマッツン選手が 0.5 アドバンテージを守り切るのでしょうか。さあここもしっかり外まで並んで、さあいい走りで振って、おおギリギリ。さあここも小さいが、あと今さらに小さいラインを取ってしまった。さあこれは、まあ、審査席から先は両
しても立ち上がりからの先行投票選手あと1個が選手で、スタートしていきます。先行の第5から古賀選手、ごめんなさい、東梁選手と黄色が古賀選手、これは2区と4区の決勝戦となります。さあ立ち上がってきて、さあここは先行も1位飛ばしてくる、ちょっと先行が戻ったか、後追いも詰め切れるわけでもない、若干小さいラインでも詰め切れないということで、さあそれでは先行古賀選手、後追い東梁選手でいってみましょう。さあスタートしました。先行が古賀選手、東梁選手が2区でどういった形で4区に合わせ込むのか、さあここはちょっと